覚悟はできてるぜ。なんということ、我が軍の補給路が断たれました。完全包囲したか。親方様、この戦我らの勝利でございますな。分かるわ、安心するな。もらうぜ。報告報告、我が軍の兵糧が一箇所に集められております。兵糧が尽きた。もうダメだ。親方様、敵は恐れをなしておりますぞ。大きじゃ行けよ。まだまだ、くそ、まだまだ。ここが正念場よ。蹴散らせ。あの世で政宗様の天下取りを見物しない。まだまだ、しめい、まだまだ、せや、せや、くたまれ、せや、せや、せや、このままでは我が軍の壊滅は確実。兵糧を取り戻し、一気に反撃いたしましょう。もらうぜ。その勝負、この雪村もしかと見届けた。今に出られるか、そうよ。こじら、派手なのだぜ。さぞや名のある大将殿と見た。上官を渡し、天下を治めるのは親方様よ。まだまだ、上等だぜ、お前ってやつ。
Yeah!
傷を癒し反撃を開始いたしましょうぞ。兵糧あれば俺たち負ける。武田をぶっ潰せ。見てか、私が甲斐の虎、武田信玄よ。ブー！来い！来い！正々堂々勝負せよ。さすがは堂々たる一方。って感心してる場合じゃねえ。海の裏が恐ろしい。静かに眠れ。見てか、おまたまの闇に光一つ。また覚えておらん。静かに眠れ。俺を起こす。力押しだけでは戦に勝てぬ。邪魔だ。ほい。もらうぜ。メイドの道に王はなし。人は必ず死ぬものよ。やれやれ、真剣勝負はどこに転がってんだかな。次はあの世で相手してやるぜ。腕磨くんだな。